バルトシュレスヒエン橋は、ドイツにある橋である。バルトシュレスヒエン橋、バルドシュロス橋とも表記される。ザックセン州の州都、ドレスデンの中心市街地から東へおよそ3キロメートルほど行ったところに位置し、エルベ川に架橋されている。中地式のアーチ橋であり、4車線及び自転車、歩道から構成されている。鋼鉄及びコンクリートで作られている。 橋の長さは636.10メートルであり、福音は28.80メートルである。最大島町は148.0メートルであり、高さは12.96メートルである。桁下高市は26メートルであり、橋の面積は16,220平方メートルである。橋の南側には、ドレスデン美術大学などがある。橋の上流には、 ロシュビッツァー橋があり、下流には元橋に近い順にアルベルト橋、カローラ橋、アウグストス橋、マリエン橋がある。エルベ川にかかる季節の橋梁で発生する交通渋滞を軽減することや、交通の空白地帯を少しでも解消し、川の右岸側の工業地帯と左岸側の住宅地を結ぶ役割を担うことを目的として新しい橋を建造する計画が持ち上がった。 1996年より橋の構造形式を選定するための国際企画競争が行われており29件の応募があった。2004年7月にはこの橋の建設場所がドレスデンエルベ渓谷の一部としてユネスコによって世界遺産に登録されている。2005年3月住民投票が行われ住民のおよそ68%が橋の建造に賛成する。 同年11月、景観の保護を理由として、ユネスコによって、橋の建造に対する批判が表明される。2006年7月、ドレスデン・イルベ渓谷が、ユネスコによって危機にさらされている、世界遺産に登録される。2007年11月19日、橋の建設工事が開始される。2009年6月、橋によって、周辺の文化的景観が損なわれるという。 理由によってドレスデン・イルベ渓谷が世界遺産リストから抹消される。2012年橋が完成される。2013年8月26日橋が開通される。ありがとうございます。